四万十市の小学生が映画作りに挑戦します。これを前に映画監督の安藤桃子さんが小学校を訪問し映画の魅力を語りました。四万十市の東中筋小学校に姿を見せたのは映画監督の安藤桃子さん。 NPO 地球の子どもが進めるプロジェクトとしてかつて南国市の大篠小学校で行われた小学生との映画作りを県西部では初めて東中筋小学校で行うことになりました。それを前に安藤監督が映画について講話を行い、映画館で見ることでその魅力を感じられると語りました。映画館って体験しに行くところ、遊園地とかみたいにそこに行って全身で大きな画面にドラえもんが出てきた、恐竜が出てきた、いろんなことが出てくる。でそのドラマを全身で感じてみるような空間。子どもたちは目を輝かせながら安藤監督の話に聞き入っていました。裏話とかのが自分たちで分かるっていうのが面白いし、人との協力とかで作れるのがいいと思います。映画の楽しさについて知れたし、安藤桃子さんみたいに映画監督を一回でもなんか体験してみたい。隣にくっついて座って、めっちゃ楽しみです。映画は5、6年生が主体となって役割分担やストーリーなどを決めて撮影を行い、安藤監督やサポーターと一緒に制作します。完成した映画は11月に行われるイベント鶴の里祭りでお披露目される予定です。